Hello YouTube, this is TheExtra395 and welcome to the Team Hero channel. Guys, I'm back again trying to sorry, I was checking something because there seems to be a problem. And I was looking at it. Okay, you might hear me eating some chips at the same time as playing that game, so sorry about the noise. Let's continue. さて、次にどう動くかだが、やはりさらなる情報収集が肝要と見る。都内各地で起こるデジタルウェーブ以上、多発する怪事件、そして反電脳体となった君の存在。上城の一件を又吉刑事に預けた今、さまざまな視点から内外に目を向ける必要があるだろう。おや、来客のようだ。ここが又吉さんの秘密兵器かよ。うへえ、うさんくせえ。マジうさんくせえ。ようこそ、信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼ですか？警視庁刑事部電脳犯罪捜査課第一強行犯特別分室所属、伊達真紀子警部補殿。こっちの素性はお見通しってか？ますますうさんくせえ。まあ、こっちもあんたのことは調べさせてもらったけどな。そっちのお前もついでにな。よ、また会ったな。You're weird. うさんくさいか。個性的かつ意外性のある言動および服飾センスを有する警部補殿の口から出たにしてはいささか凡庸な表現だ。ああ？What? しかし、うさんがくさいとはどういうことなのだろう。そういう不可思議な周期が存在するのだろうか、それとも言葉のあやに過ぎないのだろうか、気になるなあ。おい、んなことはどうでもいいだろうが。まあいいや、素性が割れてんなら話は早え。あんたら又吉さんの捜査手伝ってんだろ。ってことは当然私の捜査も手伝ってくれんだよな。な。ああ、もちろん。うん。しがない探偵として、警察機関への協力は当然の義務で、惜しむべくもないよ。いや。というわけだ、助手くん。うん。私の義務は君の義務。君の義務は君の義務。おっと、私はこれで失礼する。あ、お前今エロいこと考えてんじゃね？じゃ、逮捕な。噂くらい聞いたことあんじゃね。秋葉の神隠しってやつ。秋葉原周辺で10人近く失踪してる。半分は捜索願いも出てねえし、まだでかい山にはなっちゃいねえが、大の大人が理由もなくポン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 姿消すか。たかだか二月そこらの間に。異常だよ異常。大事件だよ大事件。だってのに上の連中と来たら関連性はまだ認められねえだの、そもそも自分らが動く山じゃねえだの。私の勘が操作しろっつってんだ、文句あっか。星あげてやっからだめってな感じで上にブチギレたら又吉さんにぶん殴られた、つうかボコボコにされた。
で、上もドン引きして、その場は収まったわけだ。私はまた、又吉さんに助けられちまった。まあ、それはともかく、あの偏屈親父がややこしくなりそうな山からあっさり身を引く理由がやっとわかったぜ。秘密兵器、ここを使って単独捜査してやがったんだ。だったら私が使っても文句はねえよな。こう、分かってんじゃねえか。そんじゃま。今送ったデータは失踪者リストだ。秋葉の神隠しの被害、まあ事件にもなってねえから詳しい資料とかはなくてさ、都内の失踪者の中から関係ありそうなやつを私の、ああな、うわ、やべえ、又吉さんから呼び出した。お前はリストにある失踪者についてとにかく情報を集めてくれや。絶対なんか出てくるはずだ。共通の人物とか刑事ドラマじゃ大体そんな感じだし、間違いない。ああ、この件おっさんには内緒だかんな。チクったら、分かってるならよし。どうだ、若い者同士会話は弾んだか。冗談はさておき、面倒な相手と関わり合いになってしまったな。これも君の、とにかく君が引き受けた仕事だ。しっかり働き、私は又吉刑事の手前もあるのでね、表立って動くことは控えるよ。安心したまえ、無論サポートをする。では早速と、なるほど、秋葉原で失踪者について聞き、足を使った現場百遍の心がけは探偵家業には欠かせない。君にも分かってき。ところで調べたところ、うさんとは怪しい、疑わしい、油断。確かに探偵は我知らず、うさんな匂いをまとっているのかもしれないな。だがそれが隠れ蓑にもなっていると。私の、君はただでさえ型破りな電脳探偵だ。この先どのような周期をまとうのか、実に。
I was adjusting my stuff.
Hey, look, it's Sega. What the hell is Sega doing here? はい、花屋の店員さん、何ですか？はい、なぜあの人を見ているのかって、それはそのあの鬼毛にストだから、あの鬼毛がいなくなるまでここでつけられたりしたら困るので。ところで、あなた何者なんですか？え、探偵さん？じゃあ、鬼毛に伝えてもらえますか？私、キモい感じが生理的に無理なので、鬼毛の気持ちには。それじゃあ、よろしくお願いします。でも、よかったです。このままじゃ私、どうにかしちゃいそうだったので。Yeah, it's okay. Anyway, I got the info. I'm up to it and that thing. Let's keep it there, reporting to Akito. Let's go.
ん？ミオ、こんなところで何して…て、ゲッ、オタク、どうしてここに？ああ、事件の調査か。何の調査？はあ？なんだよ今さら。俺とオタクのな。秋葉の神隠しか。いや、でこの参加者の中に。へえ、面白そうじゃん。俺も手伝ってやるよ。今ちょ、じゃ中野に行こうぜ。情報提供者と待ち合わせしてん。用事があってここに来たんじゃないのか。別にそういうあれじゃねえよ。なんか気になったっつうか、コミマニってなんだろうなみたいな。コミュニストマニファクチュアーとかだったらちょい興味あるかなみたい。うん、あ、じゃあ俺先行ってっから。Back to that.
About that. Maybe you're weirdo. Give me a second. Maybe not. Maybe she is. God damn, it's so creepy. Sneaking around at home. Huh? Supposing maybe my thing death. Alright, we just want to. And by which I mean Research Agency PC. Might be a bad idea. Oh yeah. Okay, I'm at the third floor. So I need to get to the first floor. Right there. Oh, choito matte kure. Yotta! あったあった、例のサイトの道具だ。データなんざユーザーが削除したつもりでもサーバーには残ってる。格納されてる領域にプロテクトがかかっている上、データエデンの汎用サーバーに侵入するくらいなら俺程度でもこの通りって。ほう、鮮やかなものだな。ま、どってことねえっす。そういじゃ、目当てのデータを探しますか。コメント。なんだこのデータ。それが目当てのデータならば、かなり特殊なプログラムによって蘇生。ひょっとしてこいつデジモンプログラムか。そりゃちゃんと解析したことはなかったぜ。なるほど、確かに構造は似ているが、だとすると相当変異したものと言えそうだ。0と1で表せない何かの影響を受けたか、あるいはそれそのものか。イーターが絡んでるって可能性もあるぜ。こりゃ面白いや。こんなのに出くわすなら俺も電脳探偵になるかな。どう、ここでうだうだやっててもしゃあねえ。行って確かめてみようぜ。おあつらい向きに、この妙なデータは削除された後、空論に流れ着いてる。これなら直接確認できるし、仮にイーターみてえなヤバいプログラムだったとしても、デジモン、そうと決まれば善は急げだ。じゃあ、空論のガラクタ公園で合流な。なかなか優秀な助手じゃないか。いや、君の助手であるならば、詰まるところ私の助手の助手だな。では助手君、
ここは助手の助手君の規制に身を委ねたまえ。運も実力のうちとは使い古された表現だが、君が彼と縁をつないだことも俯瞰してみれば君の運、実力のうちだ。粗末にすると罰が当たるぞ。 OK、I gotta meet her at a Galacta Park. Is maybe you're overtaking it? No, she's acting weird, but I know why.I don't want to. Worry. What the hell? No contact. I've been wondering how you all... Why are you all so worried? What's the matter? You're freaking me out? What? You two have to buy it? Yeah? For sure. Show me what you're doing.Level. That's good. Wish she was there. I don't think it's that cool in level one. But that's the thing. Coming.
仕方ねえか。Oh, oh. That's not good. Why is that? 行け。Might be a threat. I thought it was over. Or even an egg.続けていこう。I need just one. Look. Oh, look. Oh. What? Don't let him get away. It's pretty damn close. Yeah. I told you. I was following him like a hawk. I was running to him like a hawk. I went down and got bait. Oh, no, Rocky. The building down some sketchy alley. It's been out of business for some time. I know the place that we used to be a bookstore down there. That's Bingo. Triple Seven. Jackpot. Maybe that's why the culprit did. Let's go. Call the police. Come on, back up from the detective. Like Chuck doing the drop call or something. You know, no thank you. Only here is just asking for trouble. This works out though, we figure something out first. Kinda got a point. That's all you're referring to. So that's what we get. Now let's go. I'm off track. Whatever. I mean, trying to explain what to do. I become human, nothing comes to mind. Doing good, Mom. You're doing well. How about you? Let's go. Please tell me it's over. Alright. Crap. Let's go. Let's get that one. Serious? Take your toothpicks. Okay, let's go. Yeah, totally overkill.
pull up that train. Come on. I could double it. That's really overkill.呼んでねえだろな、警察。呼んでたらもう協力してやんねえからな。コンビ解消だ。おっと、この奥だ。さて、何が。新宿の地下と同じ。あ、つうことはイーターがいるってことか。そうだな。とにかく進んでみるか。しかし次から次へと何なんだ。ほんとオタクといると退屈しねえのな。あれ？マリマリ、おい、マリッペ、しっかりしろ。なんだってマリが。たまたま巻き込まれちまったのか。まさかあの後犯人に。分かってるって。俺たちがイーターを片付けてこの現象が消えりゃマリも元に。よし、じゃあ調査再開だ。他にも巻き込まれた人間がいるかもしれない。探してみようぜ。ですか。なんだってあんたがここに。まさか秋葉原でこの現象が起こるって予測してたとか。そのまさかです。研究は日進月歩。デジタルウェーブ状態をつぶさに観測することでシフトが発生する地域を特定できます。精度はまだまだですがね。シフト？
この現象のことか。ええ、デジタルシフトとこの私が名付けました。デジタルシフト、パブリッシュ、迷うな。いや、なかなか趣のある歌ですが、もう決めちゃいました。この現象はデジタルシフトです。名前はともかくだ、この現象が起きたということはイーターがいる。倒せば元に戻るんだよな。いかにも。前回お二方に実証してもらった通りです。俺たちの他にも中に人間がいるんだけど、軒並みそれもこの現象のせいなのか。にゃん、それはどうでしょう。デジタルシフトに巻き込まれただけであれば、肉体や宣言に我々はピンピンしていますしね。さすがに長時間となると話は。じゃあ原因は他にあるんだな。イーターか、それとも逃しちまったデジモンか。まあ何が現実に起きたとしても不思議はないのがこの現象の最いかなる可能性も否定はできません。真相は自分の目で確かめるしかねえってことか。まあ花からそのつもりだけどな。えいえい、そうでしょうとも、そうでしょうとも。では私はこの付近をもう少し調査しておりますので。仕方ねえか。案外大したことなかったな。
後悔するぜ。 What the hell is that? The first freaking guy I see that one. I don't know where I'm going to go. What the fuck?Is that an ultimate? Seriously? Ha! What the fuck? Well, I know it's a bad Digimon anyway. I don't want that. Urgh!Thank you.
一緒だね。私の作品を無意味にけなして何事もなかったように。こいつはヤバそうだぜ。私あいつらを笑えなくしてやったの。ここ漫画に書いたことが本当になる。真田くんも笑えなくしてあげる。でも殺したりは絶対にしないよ。お前らが私の読者に、私の、それまでお願い、黙ってて、お願い、それまで何も見ないで、見ないで。見ないで。
これを。私の読者になって。
西野さん、俺あんたの漫画、とにかく漫画を描くのが好きって感じがさ、俺は読むだけだからさ、そういう楽しみ方ができるあんたが羨ましいって思う。それがこんなことになるなんてよ、正直信じらんねえっつうか、信じたくねえっつうか、気づけなくてすまねえ西野さん。真田君、私ただみんなに、でも私の中で何かが膨らんで、どうして私と、あ、まずい、逃げろ。
Everyone, you can do it. Degrenade. Wow, you're back.収束するぞ。
本当に解決しちまうとはな。一体どんな手を使ったんだ。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば失踪者は全員無事けど、失踪中の記憶は一切なし。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデン症候群になっちまってるらしい。これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。最近流行りの怪事件ってやつだなこれ。つうかお前本当に何も知らねえんだろうな。ああ、お前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。又吉さんが来る前にとっとと消えろ。ま、ご協力感謝してやんよ。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんがエデン症候群を発症した。イーターはデータを食らう。仮にデジタルシフトの中で人間も半デジタル化している。西野さんは半分だけ食われちまったのかも。データ化した意識だけ。エデンでイーターに自分のアバター、精神データを食われ、肉体だけが現実世界に残される。それがエデン症候群ってわけか。そうすると治療法はどうなる。イーターを倒せば食ったデータを吐き出す。いや、あのイーターを倒しても西野さんは意識を失ったままだ。ダメだ、情報が足りねえ。スウェードのおっさんを探し出して聞いてみるか。つうわけで俺もうちょいイーターとか追っかけてみるわ。失踪事件に迷いが。巨大デジモンに注目すべきは巨大化したというデジモンだな。デジモンに操られた男を思い出したまえ。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女はデジモンに影響を及ぼしたのだ。彼女の心の奥底にある妄執、承認欲求、エゴイズム、そういった精神作用がデジモンを呼び寄せ結びつき、完全に支配してしまった。そして迷いがの発生で結びつきが強まり、超常的な力を発揮するに至った。彼女はハッカーではない。デジモンとも縁遠いごく一般的な人間だ。それでもデジモンを強化した上刺激し、今回の事件を引き起こした。人間の意識というものは核も凄まじい力を秘めている。ともかく事件の解決はめでたい。ご苦労だったね。君は運だけでなく実力もしっかり備えつつある。頼もしい限りだ。しかし気になるのはスエドー明美の動向。迷いが内部は危険であるにもかかわらず、なぜ彼ほどの人材が単独で動いている。天才と呼ばれる人物の行動は凡人には計り得ないということか。だがそれは取りも直さず、我々に計り得ない動機があるとも言えよう。推理が憶測を呼び、飛躍が事実を置き去りにするか。私も迷い込んでしまったのかもしれないな。思考と思考の迷いなの。
Okay, guys, that's gonna do it for this episode. I hope you guys enjoyed it. I was way over my head right now. And it's getting late, so that's gonna be it for tonight. I hope you guys enjoyed. This is the Extra Turn of Life from the Team Hero channel. Signing out. See you next time. Bye-bye.